64.5g の隕石破片バザードクーリー、12.3g バザードクーリー隕石は2008年11月20日にカナダで見られた火球と隕石油である。火球は2008年11月20日17時30分頃に出現し、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州やアメリカ合衆国のノースダコタ州で目撃された。火球は満月ほどの明るさにご度増加した。 400人以上が目撃したことを報告し、撮影されたいくつかの動画が YouTube で公開された。衝突前にいくつかの破片に分かれていた。ビデオ画像からの分析が行われ、隕石は秒速 14km で地球大気に突入し、重量は10トンほどであったと見積もられた。隕石破片の分布域と推定された20平方キロメートルの地域のすぐ南にある。 マースデン村には隕石ハンターたちが集まった。多くの村人が落下の目撃や衝撃音や異臭を報告したため、マースデン隕石とも呼ばれた。カルガリー大学の調査チームが調査に入り、2008年11月末までに十数個の隕石を回収した。最初に研究者が隕石破片を発見したバトルリバーバレーから約 2km 離れたバザードクーリーから命名され、 国際隕石学会に2009年2月に登録された。有名なアメリカの隕石ハンターであるロバート・ハーグは1キログラムを超える隕石に対して1万ドルで購入すると申し出た。その後民間人のアレックス・ミッチェルが発見した1 3ラムの隕石を含めて1000個を超える隕石の破片が回収され、回収された総重量は1 0 0ラムを超えた。 H4 に分類される普通コンドライトである。ありがとうございます。